半って言ったからな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、おはようございます。あ、こんばんは。今長岡の花火大会の、現場です。はい、現場のウルフマンです。今ちょっとね、まだ花火が始まらないんですけど、まあ一応準備だけは、してます。はい、今ちょっとあれですけど、ここが一番で、周りに観光バスがこうね、埋まっちゃってるんですよ。で、ここが最良の場所なので、今回しました。はい。あ、こんばんは、宮子さん。こんばんはです。はい。聞こえる？音聞こえる？これ。はい、ミミさんもこんばんは。はい。いやー、もうね、ここの場所で、やってますけど、周り観光バスだらけでこうやってやると、ほら、周りに四方八方観光バスに囲まれてます。ちょうどここで移動してます。あ、こんばんはです。はい、皆さんこんばんは。あ、聞こえます。ありがとうございます。まだね、7時半ぐらいかな、7時半ぐらいになんかやるって言ってましたね。はい、なのでもうちょっとお待ちくださいね。バッテリーを2個持ってきて、こうやって持ってきて準備しております。はい、そうそう、ハトバスだとか、あれ HIS のバスだとか、中央交通だとか、かな中だとか、いろいろ来てます。今ちょっと前で暴れてます。ちょっと邪魔ですけど、ね、もうちょっとで始まりますので、このまんま皆さん待機しておいてください。はい、あ、瀬戸ちゃんもこんばんは。はい、はい、まだね始まんないですけどね、もうちょっと待ってくださいよ。今日はバッテリーを2個も3個も持ってきて待機してますから、はい、ね、今日は初の奥さんのね、うちの奥さんの誕生日なんで、おめでとうございます。おめでとうございます。もうちゃんと遠足のお菓子を持ってきてます、この人。本当に可愛いでしょ、いつもね、こうやって お菓子を必ず、遠足じゃねえんだから持ってきても。はい、ありがとうございます。はい、おいしそう。はい、皆さんどうも、こんばんは。YouTube の方でコメントできますので、はい、そちらの方でコメントお待ちしております。あともう一個ある、バッテリー今急いで買ってきたのね、イオンで。そんな感じですけど、よいしょ。はい、ちびちゃんもこんばんは。はい、長岡の花火大会初日です。Google ユーザーさんもこんにちは。はい、はい、ありがとうございます。おめでとう、誕生日おめでとう。瀬戸ちゃんもおめでとう。はい、はい。まだ緊張しちゃってるんだけどね。どうも下がね、ちょっとね安定しないの、こんな感じです。ここのあたりからだいたい花火がバーンと出て、こっちの奥の方に土手があって、そこで有料観覧席があるって感じ。ここはバス の止めるところと、あとこうやってこんな感じで芝生になって、はい、はい、ハッピーバースデーって、ホーリーさんがハッピーバースデー、はい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 、そんな感じです。
何ビスコ、ビスコを食べてます、ビスコ食べてます、この方、はい、はい、あ、チラさんが誕生日おめでとうだって、ありがとう、はいはい、こんな感じです、はい、まあ念願5年越しのあれなんだね、はい、5年越しの長岡の花火大会なんで、はい、ありがとうございます、はい、もう72人の方が見に来てますけど、どうもありがとうございます、はい、72人、そうそう、 X と YouTube でやってる、同時にやってる、はい、ありがとうございます、もうちょっとで始まりますからね、皆さんね、お待ちください、はい、ね、あの本当はね、あの観覧席の方が良かったんですけど、有料のね、ちょっと申し込み遅れちゃったので、ちょっとここになっちゃったんですけど、まあこれで見れると思いますね、ちょっとビール取る、ビール取る、ビールがね、もう喉乾いてた、いやいやいや、見つかんない見つかんない、これ人いっぱいですぎてさ、多分有料観覧席の方に G が行っちゃってるので、多分見れないですね、はい、本当に、うん、良い記念になりましたよ、僕はもうこれ飲んでます、さっきからもうこれを一杯飲んで、うん、ああそうだね、缶入れるんで、うん、そんな感じです、はい、まあ皆さんもこれで見ていただいて、あと YouTube だとかもなんかやってるみたいなので、そちらの方で長岡の花火大会の YouTube が映像が出ますので、そちらの方でも見ていただければ、 YouTube の方でもやってますので、公式がねやってますもん、あらら、はい、僕のより綺麗に見えると思いますので、はい、見ていただければと思います、はい、乾杯、スーパードライです、はい、そんな感じですけど、もう暗くなってきましたけどね、だんだん、はい、まあ、 あの食べ物もいろいろ買ってきたんですけど、はい、もう今日暑くてね、はい、いろいろ観光して温泉入ってきたりなんだかんだしたんです、はい、それでやっとこれも2回目の移動になります、はい、あ、おにぎり、あ、いっぱい写してあげよう、今回はね、お誕生日だからね、家で余ったあのご飯をおにぎりに握ってきてね、はい、まあ、あいけ、冷てやろう、いたずらすんじゃねえ、今日はね誕生日だからちょっといっぱい写してあげましょう、はい、僕なんかいいからね、皆さんよろしくね、お願いいたしますよ、はい、こんな感じですよまあまあまあ、うちの奥さんもいいとして花火を見ましょうね、皆さんね、はい、まあバッテリーは3つは持ってますから、あのいつでもバッテリーはなくならない、はい、はい、あ、了解了解、あ、ありがとうございます、でも YouTube の方でなんかやってるので、長岡花火大会ってやるとそっちの方で綺麗にね、あの見えるかもしれないです、こっちだとあのちょっと場所がね、あのちょっと悪いので、あと BS でもなんかやってるみたいな、はい、そっちの方でもね、あの見ていただけますので、そっちの方が多分綺麗に見えるんじゃないですか、はい、僕は僕であのやってますけど、こうやってね、なんか音がしてきました、でもまだね、観光バスのね、頭がね、こうやってここに観光バスがあるんです、観光バスがない時は結構ね、あの観覧席の方がね見えてたんですけど、ちょっとあれだったんですね、はい、いやー、ガーシーさんには会えない会えない、あの有料の観覧席多分行っちゃってると思うので、あれですよ、そっちまでは行けないので、あれ持ってないと、パスポートみたいな、なんかカード持ってないといけないので、多分そこの入り口までしか行けないので多分無理だと思います、はい、まあこれだけ人がいるとね、ここはそんな大したことないんですよ、人が大したことないですけど、バスの陰で隠れていっぱい人がいるんですよ、はい、もういろんなとこからね、地方から来てるの、ああそうだね、はい、
それがいいかもしれない。うん、多分帰りに多分ね、一応インスタにはね、あのプレミアム の、 あの DM には送ったんですよ。こっちに来てますって言って、あて楽しんでくださいって言って、うん、あの場所は言わなかったんですよ。あの邪魔しちゃうといけないので、せっかくね、あのお友達とあの多分楽しく過ごしてると思いますので、うん、まあうちの奥さんとちょっと会わしたかったんですけどね、誕生日なので。まあだけど、まあ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 、それはガーシーさんも、あのいっぱいいるから無理やろうって言われてたんだね、うん、まあしょうがないです、はい、そう多分ね VIP 席かどっかを取ってると思うんですよ。多分ねここのね、あのここら辺に記者席があって、でこっちのバスのちょうどこっち側が有料の観覧席で、ドデッチなんですよ。でドデッチからこうやって上がるので、多分そこら辺にいるんじゃないかなと思いますけど、やっぱお友達が撮ってると思うんですよね。はい、そう、うん、まあ行ってみたいんだけどね、まあ、行っちゃうとあれなんで、このまんまあのやりますけど、はい、そんなわけでまだね始まりませんから、もうちょっと本当はなんか6時50分って言ったけど、なんか7時半にやるって言ってたので、はい、まあちょっと見ていただければと思います。はい、よいしょ、ああやばいやばい、まだ始まりません、はい、85人の方来ていただいてありがとうございます、はい、新潟県からお送りしております、長岡市からお送りしております。珍しい、俺がこうやって外でこうやってやるの、はい、ね、気持ちいいね、なんか針がうるさいんだよね、本当に、うん、俺あの眼鏡忘れちゃって老眼だからちょっとコメントが見えないですごめんなさい、ある程度わかります、はい、うん、ああそうだね、うん、多分どこにいるのかと思ってるんですけど、多分有料観覧席にはいると思うんですけど、まあ有料観覧席っても広いので、ドデッチのところ全部なので、まあそこに行けるかどうかはね分かりませんけど、はい、よし、もうここがね限界なんですよ。ここじゃないとね綺麗にあの撮影できないと思って、2回ぐらいこう3回か移動したんです。でも最終的にここになったので、ここのちょうど上ぐらいから花火がボーンって出てくるので、あのちょうどね見えるかなと思うんです、はい、ああよいしょ、通知切っとくの忘れちゃった、いろいろ出るから、まだまだ始まらないので、あと20分で始まりますので、はい、それまで皆さんちょっとねコメントであの皆さん遊んでてください、はい、たまにはこういうのいいよね、外での配信もね、こういう花火大会のやつだとか、はい、あやべえ、俺もうちょっとあれだ、もう一つのチャンネルの方でも流すの忘れちゃった、俺やばい、まあいいや、東京ドライブの方で流しとくの忘れちゃった、俺ウルフマンとウルフマンの X と YouTube しか配信してなかった。3曲同時ネットでやろうと思ってた。2曲しかやってない。まあまあいいとして、はい。だんだん暗くなってきましたけどね。はい、いやいやいや。楽しみ。これがねうるさいんだよ。このバスが。バスがもうみんなね。あのやってるので、やっぱ暑いからエンジンかけてる、はい、まあこんな感じで皆さんね、あのわちゃわちゃコメントの方でちょっとやってみてください。まだねあの花火があと19時11分なので、はい、12分になりました、あと18分ぐらいです、ああそうですね、はい、
まああれでしょう、Google ユーザーさんもあれでしょう、長岡の花火って、ね、来ないと見れないじゃないですか、新潟までね。はい、まあ、新潟は俺しょっちゅう来てたんですけど、来てる場所が違かったんですよ。越後湯沢だとか、あとは燕三条市だとか、あっちの方ばっかり行ってたんですよ。燕三条市行くと、例えば下町ロケットの、例えばロケ地になった場所だとか、あとは弥彦山だとかあるので、そこで峠で走ってたりだとか、いろいろしてたのでよく来てたんですけど、長岡はあんまり来てなかったんですよ。はい、だから、まあ、長岡はこの初めてなので、まだね、いろいろ回りきれてないんですけど、お風呂とあとはご飯もね、まだ食べてないので、まあこれが終わってから、まあ明日は寺泊まり行こうかなと思ってますけど、新潟の 寺泊まり行って、お魚の市場があるんですけど、そこで 朝飯作って、それから、まあ、近くで温泉入って、まあ、それからいろんなところをブラブラして帰ろうかなと思って、はい、またいろいろ寺泊まり行った時も多分ね、朝の配信で多分やると思うんですけど、はい、ああそうですね、そう、美味しいんですよ。ちょうどね、昔カニの時期にね、漁師飯って定食ってあるんですよ。そうするとカニがね、乗っかったカニ汁とカニ一匹と、あとは刺身だとか、いろんな煮物だとか、そういうの入った漁師飯定食とかある。あとはサバの焼いたやつだとか、焼き物がとにかく多いです。今食べ歩きみたいな感じであるので、まあ、そういうのが僕大好きなので、買って食べながら行ったりだとかしてるので、本当にね、お魚だとかよく買って家に送ったりだとかしてたんですよ。よくあるじゃないですか、角上魚類でしたっけ、あとそういうようなところのお店も寺泊まりにあるので、いろんな新鮮なお魚だとかね、そういうのもあるので、はい、まだね、始まんないですけど、よいしょ、あとまだ14分なの、あれ15分になりました、あと15分ぐらいです、はい、なのでもうちょっとですね。あ、日本酒もね、美味しいですよ、新潟の酒はね。僕は昔飲めた時はやっぱ港屋藤助だとか影虎だとか、まあ、腰の乾杯が有名ですけど、腰の乾杯あんまり飲まないんですけど、八海山だとかね、うん、あとは久保田だとかいろいろありますけど、まあいろいろお酒は飲んで歩きましたけど、やっぱ一番おいしいのがあれですね、なんだっけ、白滝酒造のね、港屋藤助って、地元だけしか出回らないお酒があるんですよ。浄水水のごとしとかなんか分かんないけど、名前忘れちゃったけど、ちょっと水っぽいお酒があるんですよ。それがね、フルーティーでちょっと美味しいので、まあそういうお酒ばっかり飲んでましたね、昔。大体腰の乾杯に近いような水っぽい味、はい、はい、美味しいですよ、ね、はい、ゆうしこさんお疲れ様です。先ほどはどうもありがとうございました、コメントのね、はい、あれ、よしこさんがあれだっけ、新潟でしたっけ、分かんなかったんですけど、はい、はい、ね、なんか買っていこうかね、ホーリーさんになんか買っていこうかな、お酒でも、はい、はい、おめでとうございます、よしこさん、お誕生日おめでとうございます、はい、なんだよその顔は、もうちょっとニコニコしろよ、ニコ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 、米つきバッタみたいにしてんじゃねえ、はい、米つきバッタ、はい、あ、そうなんだ、みやこさんが新潟なんだ、了解了解、はい、お邪魔しております、新潟県に、はい、ありがとうございます。
ああ、そうなのね。はい、了解です。はい、ありがとうございます。かわいいでしょ？今こんな格好してんの、こんな格好。なんか、ひょっとこみたいな格好してんじゃないの、なんか。ね、踊れ、踊れ。踊れ、踊れ、踊れ。うん、まあまあ、暑いからさ、頭が暑いから、ね、やってますよ。はい。はい。本当に。いや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 。あの、新潟はしょっちゅう来てたんですよ、僕。はい。あの、峠でよく走ってる。弥彦山の方だとかね。あっちの方俺よく遊びに行ってたんで、燕三条市だとか、はい、そっちは好きなんでラーメン食いに行ったりだとか、あのしてたんです。あと越後湯沢だとか、はい、よく温泉で泊まりに行ったりだとかしてたんで、はい、そうなんですよ、はい、いやいやいや、いいとこですよ新潟は。あと南魚沼だとかね、よくお米買いに行ったり、魚沼スカイラインだとか、走るとこがあるので、そこをよく走りに行ったりだとか、よくしてました。だから新潟はしょっちゅう来てるんですよね。米も美味しいし。うちの奥さんも、もう疲れちゃって寝ちゃってますよ。ね、寝ちゃってます。タオル頭にかけて。ね、なんかそこらにひょっとこみたいなの、仮面かぶさせて踊らせれば、ひょっとこですよ。面白いでしょ、うちの奥さん。はい。そう、燕三条市はいいですね。最初ね、なんで行きたくなったかっていうと、下町ロケットで、やっぱやってたじゃないですか。燕三条市がロケ地として出てて。で、道の駅、三国だったかな。三国かどっかの道の駅で、下町ロケットのグッズ売ってたんですよ。で、それを買いにね、行ってたりしてた。やっぱ僕は日曜劇場ファンなんで、はい、言ってたりしてた、はい、はい、そうですね。あともうちょっとで、今19分なので、あら、時計が、はい、19分なので、もうあともうちょっとで始まりますからね。うわ、今回100人の方見に来ていただいてどうもありがとうございます。101人か。あ、かのこさんこんばんは。はい。もうちょっとで花火が始まりますからね。はい、ガーシーさんもやるのかな、多分わかんないけど。ね、ちょっとわかりませんけど。はい。ガーシーさんには会えてないんですけどね。はい。多分有料観覧席にいるんで、僕、貧民なので、一般観覧席です。上がってきました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 。始まりました。はい、いいですね。始まりました。はい、2024年8月2日。はい、長岡花火大会が始まりました。はい、どうぞ皆さん見てください。はい、始まりました。もうちょっとね、有料観覧席だと綺麗に見えると思うんですけど、すいません。はい、始まりました。よし、はい、はい、あ、そうなんだ。朝ドラでも南三条市、燕三条市だったんだ。あ、了解。ありがとうございます。情報どうもです。はい。もうこれから始まりますよ。はい。本当はね、フェニックスはね、ちゃんと撮りたかったんですけど、有料観覧席じゃないので、ちょっとフェニックスはあんまりうまく撮れないかなと思って。まあまあ、現場の臨場感でもちょっと味わってください。はい。これからバンバン始まりますよ。はい。日本三大花火の長岡花火大会。ちょっとお兄ちゃん、あれだな、立ってったらあれだな、邪魔だな。はい、ちょっとここら辺で撮る。はい。これからバンバン始まりますよ。はい、あ、音楽始まりました。ちょっと、トラックうるせえな、バスうるせえよな。うん、はい。はい、ありがとうございます。はい、ゆっくり楽しんでいきます。はい。皆さんもこれ見て、ちょっとでも、花火を、楽しんでみてください。僕、たまにこういうことやってるので、はい。見ていただければ。YouTube の方がちゃんとやってると思うんだけどね。ちゃんとね。はい。
まあこれから始まりますよ、どんどん、はい、僕はねゆっくり楽しむというよりも撮影の方に力入れちゃってるのでゆっくり楽しめるところじゃないですね、はい、多いですね、多かったですよ、もうすごい半端じゃないです。だってここ全部バスですよ、バス、周りバス、周りバス囲まれてるんですよ、ね、四方八方何十台だろう、ここだけで40台50台ぐらいいるんじゃないですか、観光バス、うん、あ、来た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 、来てくれた。ちょっとアナウンスが聞こえませんけどね、はい、もう多くて多くてしょうがないですよ。ここら辺はね、ここら辺のエリアはあんまり少ないんですけど、はい、ここ A ちゃん、 A ちゃん、 A ちゃん聞いてる？ YouTube の方でコメントしてね、 A ちゃん、 A ちゃん来たよ、新潟まで、うん、来たよ、うちの奥さんの誕生日だからね、ほらうちの奥さん、今日は下映さないけどさ、お、来た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 来ましたよ、はい、あ、ちょっと見えるからいいね、あ、いいね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 、この場所いいな、うん、始まりましたよ。いやごめん、今ちょっと逃してた。始まりました。あ、こんばんは、はい、今長岡の花火大会をライブ中継しております。そう、立って撮った方がいいよ、立ってやれば多分やってると思う。ちょっとね、観覧席じゃないから見えないんですけど、よいしょ、俺も立つ、よいしょよいしょ、バスがね邪魔で見えないんですよ、うん、もう始まってますけど、こっちも来ました、うん、もうバスの陰で見えない、動くで、ね、バスの陰で見えなくてごめんなさい、本当に、はい、もうこっちも来ました、こっちも来ました、はい、はい、そうですね、まだですね、はい、はい、たまやーですよ、本当に、はい、わー綺麗ですね、いやここでも十分見れるわ、きれい、きれい、やっぱ三大花火ですね、この子は、うん、わあ、きれい、あ、最高、きれい、ガーシーさん、綺麗だよ、あ、これ好き、これ好き、本当に、いやすごい、いいね、ここでも見える、あ、そうね、この上乗るためにゆっくり見える、うん、あ、ともこさんもどうもね、いいね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ともこさんも見てくださいね、綺麗ですよ、いつもご苦労様です、本当にね、はい、はい、ロックさんありがとうございます、はい、どうも、皆さんの X のいいねはもうみんな見れてますからね、はい、ありがとうございます、
でした。 YouTube の方でやってますからね、どうもコメントの方してください。はい、僕ちょっとね、メガネ忘れちゃったからちょっとコメント見えないんですよ。だからちょっと皆さんやってください、楽しんでください。こんなのめったにないので、はい、いつも車で配信するだとか自宅で配信してるだけなんで、はい、ね、皆様でこういうあの花火で盛り上がって楽しんでください。ここの近くにはガーシーさんがいますからね、あっちの観覧席の方には、はい、多分います。はい、僕はその後ろ側にいるので、はい、まあ、X も配信してるから多分通知いってると思うんですけどね、はい、ちょうど僕ここら辺なので、はい、ここのね、長岡の市立市営か市営の陸上競技場のちょうど駐車場みたいなところにいるので、はい、お、来ました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 、はい、いやーすごいね、こっちの後ろの方がいいね。お、来ました、いやーすごい、はい、おー来た、きれい、雨やー、おー、きれい、おー、すごいきれい、やっぱ日本の三大花火ですね、長岡は。平川、土浦、長岡ですね、はい、いやこの最後に儚くこう降りていく感じの花火が大好きです、はい、お、こっちも来ました、こっちも来ました、忙しいです、はい、あー綺麗ね、これ実際現場で見ていただいた方が本当ねすごいね、いいと思いますけどね、はい、次はどれだ、次が始まります、もうバッテリーこうやって持ちながら、バッテリー持ちながらやってますわ、もう本当に、よし、はい、始まりますよ、今からまた上がってきます。これね、花火上げるときにね、申し込むとね、いろいろコメントをね、読んでくれて花火上げてくれるんですよ。それを今回忘れちゃったんですよね、うん、奥さんの誕生日おめでとうだとかね、コメントをちょっとやりたかったんです。はい、上がってきました、ちょっと見づらいですけど、ごめんなさい、すごい迫力、胸にこうずしんずしんときますね、はい、すごいです、はい、116人の方もありがとうございます、あ、綺麗ですね、明日もね、東京の板橋と埼玉の戸田で花火大会ありますので、またそのライブ中継できたらやってみたいと思います、はい、おー胸にずしっとくるわ、綺麗、いやいやいや、ガーシーさんがこれ見てんだろうな、ここのここら辺の前でな、すごい、うん、きっとあれだろうな、いい思い出になるだろうな、うん、今年は初花火じゃん多分ね、あ、綺麗綺麗、
こういう花火が大好きなんです、僕。後で余韻がこう残ってくる。あ、エイちゃん、こんにちは。あ、すごいですよ、こっちは。もうすごい、こっちは。もう人がいっぱいでさ。あ、ガーシーさんが、なんかメッセージを送ったみたいですね。すごいですね、こっちは。まだまだ、終わんないので、はい。このままずっと見ててください。よし。よいしょ。やっとエイちゃんが YouTube に移動してきてくれた。はい、うちの奥さん撮ってます。暗いけどね。そう、泊まる泊まる、あの新潟で泊まる、うん、新潟で泊まって明日寺泊まり行って食べてくる、お魚食べてくる。せっかく来たんだもん、花見て終わりだったらもったいないじゃないですか。だからちょっと満喫してきます、お食事だとか、うん、この胸にズシンズシンってくるんです、花火上がった瞬間に。いいですね、長岡の花火も、隅田川以上にいいですね。あと土浦の花火よりもいいですね、今回こういう外配信初めてだもんね、俺やってんのね。まあ他のチャンネルではやってたんですけど、テルトマンとしてはあんまりやってなかったの。はい、ありがとうございます。はい。ちょっとゆっくり、今日と明日は満喫してきます。明後日から仕事がちょっときついですけど、頑張ります。はい。まあ今日はね、奥さんの誕生日だからしょうがないですよ。はい。ちょっと真っ黒けど、はい、来ました。あ、音楽が止まった。これからいろいろ始まりますよ。音楽が鳴ったの。ね、今度来年は観覧席をちゃんと取るようにしますね。あ、HA さんありがとうございます。いいね、どうもありがとうございます。どうぞこちらの方に YouTube でやっておりますので、ぜひ見に来てコメントで皆さんと遊んでみてください。はい。わちゃわちゃやってください。はい。飛びますよ、花火が。本当にね、あそこの光がね、あるところがちょうどね、陸上競技場の、観覧席なんです。そこのあたりだと綺麗に見えるんですけどね、あそこカメラマンしか入れないんですよ、うん、で俺 YouTube のカメラマンって入ろうかなと思ったけど多分ぶっ殺される。あ、始まりました。はい、行きます。あー綺麗、うおー、胸にずしんときた。やっぱ近いからすごいですね、迫力は。おー、はい、ありがとうございます。すごい、もう胸にチキンチキンってくる。なんか近いとやっぱこの臨場感をね、皆さんに現地で体験してもらいたいなと思いますよね。本当に花火っていいですよね、だからね、うん、うわあ綺麗綺麗ですわ。何時間やるんだこれ。2時間くらいやるのか。まあ、なんか2時間ぐらいやるので、2時間ぐらいお楽しみください。はい、僕2時間ずっとこのままやってますので。いやいやいや、おすごい、これすごい、これすごいよ、これすごいよ。おお、すげえ。すげえ、この落ちてくる時のこの感じが大好きなの。これ、綺麗だよね、皆さんね。これ大好きなの、これ。こういう花火。
いやーすげえ、うん、こっちも来た。ああちょうどいい場所だな今日、うん、いや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 、いや花火ってやっぱいいですね。やっぱこっちも出た、こっちも出た、いずれか右と左、うん、で真ん中かな。いやいや不意打ちで左に移ったと思ったら今度右で出てきた。びっくりしました。うわすげえみんな見に来てる、ありがとうございます、はい、明日の夜はあの埼玉県の戸田で花火大会あるのでそれも中継しますので、はい、板橋と合同かなをやってる。出ました、出ました。おーすごいね、宮古さんすごいね、やっぱ新潟の花火はねすごい。あ、瀬戸ちゃんマンこんにちは、はいはい、そうですね、ちょうどねポイントもいいですね、うん、そうないと思います。結構長岡はすごいですね、花火は。土浦もすごいんですけどね、隅田川も一緒、うん、今回ここがだいたいいいポイントだと思ってたんで、このポイントに来たんですよね、うん、ちょうど有料観覧席の後ろなんで。ね、ここがやっぱいいですよ、ですね、これが好きなの、これこの落ちていく時のね、この花火のこうなんか切ないようなね、うん、淡く切ないような感じが好き。あ、来た来た来た、おーすごい、おちょうどなんか撮影ポイントいいでしょここ何気に何気にちょっとバス邪魔だけど頭、うん、あのいいですよここは、ここはちょうどいいです、うん、今度右から来るかな、右から来るかな。お、来た。これ手で持ってるからさ、こうこうやってできるんだよね。2時間頑張って持ちますわ。皆さんに楽しんでいただければと思うので、今打ち上がるまでちょっとお待ちください。あ、瀬戸ちゃんもありがとう、ココさんもありがとうね、はい、X でいいねありがとうございます。 YouTube の方で皆さんあの集まられてますのでコメントで楽しんでください。はい、お願いいたしますね。ガルーの方ってみんな優しいからね、本当にね、うん、大好きだよみんなね、ありがとうね。なんでそんな顔してるの、お前の顔が見えないよ、怖くて。うちの奥さんの顔がお化けに見えるんですけど。あ、上がりますよ、はい、あ、上がってきます。ハートです、ハートです、はい、アモクさんもどうもありがとうございます。はい、X でいいね、ありがとうございます。はい、YouTube で皆さんコメントで遊んでますのでコメントの方でやっていただければと思います。はい、X からもなんかコメントできるので、あのコメントの方を使ってください。はい、コ
メントは閉じてないので多分開いてる。ああ、放送？オーケー。いいね。やっぱいい？最高？最高？ありがとう。よっしゃ。まあ俺こういうの大好きだからさ、花火はもう外行ってこうやって撮ってたらいつもやってんだけどね、なんかお化けみたい。おっとこっちだ。おー、不意打ちされた、不意打ちされた。今度こっちだ、こっちだ。下が光ってる。バスが邪魔で見えねえんだよな、ほんとな。バスがほんとにね、えありがとう。もう最近僕もねだんだん変わってきたので、はい、暴走トラックから中型トラックに変わってきたので、はい、そのうち小型トラックになるのでおとなしくなります、はい、それが一言余計だよね。はい、上がってきますよ。はい、上がってきます。おお、綺麗。これ綺麗だよ。今度バンバン始まるよ、始まるよ。おー、すごい。いやー最高よ。おー、胸にジーンくる、ジーンくる。この臨場感、みんなに体感してもらいたかったな。すごい。おー、胸にジーンとくる。おー、音ちゃんと聞こえてる？みんな花火の音聞こえてる？胸が痛いんだけど、花火上がるたびに胸にズシンズシンズシンってくる、うん、心臓悪いわ、ね、ちょっと答えるかもしれない、うん、おすごい。あ、綺麗。あ、綺麗。いや、皆さん願いを込めて映像を見てください。花火願いを叶えてくれますよ、はい、このそばにはガーシーさんいますからね。このそばにはガーシーさんいますから、ね、ガーシーさん、なんか切ない気持ちですけど、いるのに会えないというね。あー、こんにちは。はい、どうも、X でどうもありがとうございます。コメント見えてますか？ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。まだバッテリー大丈夫。バッテリー大丈夫。綺麗だった、ね、綺麗。すごいよね、本当にね、うん、本当に三大花火の一つだよね、本当ね。はい、キンキンキンさんもどうもありがとうね。はい、ありがとうございます。 X でいいね、どうもありがとうございます。こっち向きました、はい、ちゃんと見れてますか？ X でもね、ね。はい、どうもありがとうございます。初の千葉から遠征の新潟の長岡です。はい、よいしょ。
でもおかしいんだよ、車のさオイル交換忘れててさ、こっちで慌ててやったというね。それやんなかったら車壊れてたところだと思って。今日の失敗だ一つ。お、今出ますよ、今出ますよ、花火が。来ますよ。このアナウンス聞こえてる？会場のアナウンス。ちょっとちっちゃくて聞こえないんだけどさ。ね。どっちだどっちだ、真ん中だ。うわー綺麗、やっぱ花火っていいね、癒されるね、本当にね。まあ、長岡は有名だからね、花火ね。うん、おー、綺麗。いやー、大好き、これ大好き、これ怒ってくるとか。ね、すごいね。みきゃみきゃ。どうもありがとうね、X のいいね、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、皆さん YouTube に集まってますので、コメントの方で YouTube でわちゃわちゃ皆さん楽しんでください。はい、2024年8月2日。はい、あーこっちはちっちゃいな、ちょっと曇っちゃって見えない、煙で見えなかった。はい、長岡花火大会です。もうちょっといいのないかな、ね、フェニックスはちょっとここで見えないと思うんだけどね、はい、後ろはあれだからな、観光バスの上でも乗りたいんだけど、ね、観光バスなんだけど真っ黒系で見えない。はい、146人の方ありがとう。100見えない。はい、3桁台になってます。皆さんどうもありがとうございます。暗くて、前が暗くて分かんない。ほら始まるよ、出るよ出るよ。おお綺麗、これ観覧席だったらすごい見えてんだけどな。ね、うん、これ綺麗だと思うんだけど、観覧席だと。すごい。いや、こういうコンテナちっちゃいやつも綺麗だね。ちょっともうちょっと連発欲しいな、いっぱい。うん、おー、いける。夜空に舞う花火。いやー、すごい。おー、胸にじん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 。あー、きれい。パチ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 、すごい。ここら辺がね曇っちゃってるので、
ちょっとね、晴れてくれると綺麗に映るんですけどね。そう、こうやって読んでくれるんですよ、お金を出すとね。では来年はちょっとやろうかなと思って、お金出して名前呼んでもらおうかと思って、スターマインが出ます。スターマインで配信してるんですか？配信します。あ、いいですね。はい。皆さんめっちゃ綺麗ですよ。はい。ありがとうございます。YouTube と X でやってます。同時にやってます。登録者まだ俺少ないですね。あ、一回バンされちゃったんだ。もう一回バンされてそう。今に見ます、はい。まだ僕十何人しかいない。僕はある人の集まってみんなでやってる仲間内でやってる。ガーシーさんいるじゃん。ガーシーさんっているじゃん、あれのファンだ。はい、そうなんです。面白い。はい。今日も来てるんですよ。あっちにいるんですよ。深橋さんいる。本当ですか？そう。観覧席の有料のところにいるんですよ。ちょうど僕行けてないので、はい。です。はい。楽しいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。いきなり声かけられちゃったからちょっとドキッとしたけど、ここは胸を張って僕はガルーと言います。ガルーと言います。はい、ね、ね、恥ずかしがることなく僕はガーシーさんのファンですって胸を張って言えますので、こういうの楽しいですね。皆さん声かけてくれるのね。すごい。ね、楽しいね。すごい登録者数増えてきたね。負けたね。俺も頑張んないと思う。登録者数バンバン増やさないと。皆さん YouTube 登録しない方はバンバン登録してくださいね。収益化したらなんかプレゼント企画やりますね。僕はいろんなところ旅行行くんで、その時の旅行のお土産だとかいろいろバンバンやります、ね。腐らないやつね。お、来た。来るよ。来ました。すごい。綺麗。恥ずかしかった。登録者数何万人いる方に俺51人しかいませんとか言ってすごく恥ずかしい。一応バンスだけどって言ったけど、あ、綺麗。おお、綺麗。この色も綺麗ですね。綺麗です。お、下だ、下、下。底辺 YouTuber ですので僕は頑張ります。お、来た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 。やっぱ皆さんガーシーさん知ってますね、やっぱね、当たり前かと思うんですけど。
撮影してますね、今ね。はい、赤いシャツの方がお声掛けしてくれました。はい、よし。まあ、かっこいい男の子です。よし。よし。こういう交流も楽しいですね。地元のね、ここのね、場所で。ああ、そっか、こういう感じか。よいしょ。もうちょっとお待ちくださいね、今。花火が打ち上がる。ああ、かなこさんどうもありがとうございます。X のいいねありがとうございます。はい、よいしょ。ああ、立ってた。後ろへと。あそこにビールあるから、ビール取ってる。取ってました。入ってる？あ、入ってる、ね、ちょっと喉乾いちゃった。夏はこれですよ。夏はこれ。ビール。見えない見えない。今 TikTok なんだね、みんなね。昔たちはみんな TikTok なんだ。これ YouTube と X だからね。はいいのよ、みんなに見てもらって楽しんでもらえれば。うん、よいしょ。これはみんなが楽しければそれで OK です。自分も楽しんで、うん、次出ますよ。どうしてもあそこの観覧席行きたいな。あそこの陸上競技場のなんかスタンドのとこ行きたいな。お、来ますよ、ほら。来ました、来ました。綺麗。綺麗。ああ、また違う。ああ、ちょっと曇っちゃってるな。綺麗なんだけど。こっち側だな。ちょうどバスが邪魔なんだよね。バスが邪魔。うん、みんなこっち側だよ、左側だよ。でっかい。次はどっちだ。ん、終わったか。よいしょ。お、音楽鳴った。次上がります。すごい綺麗だね、やっぱ花火は。打ち上がるまでちょっと長いんだよね。いろいろ説明だとかあるからね。置いて、置いて。うん、すげえな。
お、立ち上がりますよ。はい、来ました。あ、綺麗。緑で綺麗です。おー綺麗。おー、おー綺麗。これからバンバン始まりますよ。あー、すげえ胸が痛い。ね、すごいね。あ、また音楽が鳴った。どっち？体がふらついてきた。みんながよく見てくれてありがとうございます。まあ、2時間みたいだからね、ちょっと長いんですけどね。で、これ今あのバスがいっぱいいるんだけど、これ出るのが24時まで出れないんですよ。帰るの大変ですよね。俺は違うところに 2.6 キロのところに道の駅に停めてきたので、はい。で、駐車場これの近くだと7時から終わりまで止めると5000円だとか8000円ぐらいかかるんですよ。だから道の駅に止めてきて 2.6 キロ歩いてきました。本当に。はい。あ、綺麗。これやっぱあの観覧席だな。奥さんも座ってみて。おお、すげえ。胸にズシンズシンってくるよ。来た。あ、綺麗。綺麗。俺花火大好きよ。皆さんも大好きだと思いますけど。ね、儚く切ないですね。そんな花火に恋してます僕は。ずっと東京、隅田川、土浦、これで今回長岡な、はい、開かない。一瞬で終わっちゃいますけどね。夜空に舞う、ね、一輪の花、ね、長い。これちょっと俺三脚立てよう。もう手で持ってるの疲れてきた。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと立てますね。三脚立てないときついよ。大丈夫かな、これ見えるかな。見えないな、三脚立てちゃうと見えない。ダメだ、ごめんなさい。よいしょ。こうやって手で持ってないとダメだよ。スターマインが出ます。スターマインです。
はい、今出ます。キュンキュンですよ、キュンキュンですよ、本当に。いや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 、いやー、綺麗。これはそばでやってからだから、いいよね、本当に。ね、ズシンズシンってくる。ああ。これね。いやー、よかったよかった。17番。まだ17番目か。こっちはね、ちょっと曇ってるんだよね。うん。よいしょ。今のちょっと見づらかったな、今のな。これコメント読んでるじゃん。コメント読んでるじゃないですか。お金払うとコメント読んでくれるんですよ。今度来年は頑張ろう。綺麗でしたね、はい、キュン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 ですよねあ、こっちが来ますよ、またこの辺かな、右かな、左かな。18番目です、はい、何番まで行くんだっけ、佐野ちゃん。何番まで行け、なんだお前そのタオルケット、見えない。18番目までを今始まります、はい、何番までやるのかちょっと分かんないんですけど、はい、キュンキュンですよよし、はい、始まります。始まりました。ハートとニコちゃんも出てる。いや
やーこれ間近で見たかったな。これ間近だとすげー綺麗なんだけど、ここでも十分見れるからいいけどね、まあ、でよかったもんね。綺麗、ほら綺麗、最高だよね。いいですわ。いやーこれいい、この花火が好き。最後とろーってゆっくり落っこってくるね、感じがね、いいですね。よし、18番、19番目になります。19番目かな、ね、よし、ちょっともうちょっと長いですけどね、皆さんゆっくり見てください。こっちは見えないんだな、見えような、8時15分です、はい、1時間15分経ちました、はい、こっちがほとんど見えないんだよね、うん、わあすげえ、すごい、みんな見に来てくれてありがとうございますね。次始まります。バッテリーの線が邪魔しちゃって、ちょっと画面入れちゃってごめんなさい。よし。聞こえてます？アナウンス。こっちにもスピーカーつけてくれるといいのね。あ、始まります。おー、すげー、
ュンキュンだね。綺麗。まだ始まる。おお、来た。あ、来ました、来ました。綺麗。
たの。うわー、綺麗。おー、いいね。ガルのみんな綺麗だろ。ああよかったよかったよかった、綺麗綺麗。うん。え？そう、5分ぐらいやってた。もうすごいよかった。うん、お、また来た。うん、最高。あ、シャオリさん、いいね、ありがとうございます。かわいい歌が流れてきた。柿の種だ。岩屋のコマーシャルです。いや最高だね、本当に。300人ぐらい来てる。ありがとう。これからもよろしくね。明日もまた花火配信やるからね。板橋とか戸田かな、うん、やるからさ、はい、見てね、明日もね。でもこっちのは最高だろうけどね、長岡のね、うん、まあ、花火は基本的に楽しい。わー綺麗。わー、この赤いのもいいな、ね、ね、綺麗だね。うん、ポイス。効果音作ればよかったね。キュンキュンって。ああ、綺麗。おお。赤いのも綺麗だね、すごいね。赤いの綺麗。おお。綺麗。まだやんのか。何時まで？9時頃か。
じゃあ、あともう少しだね。21番。この方の YouTuber の方どうもいいねありがとうございます。はい、メガネが持ってきてないから分かんなかったのでごめんなさい。後でゆっくり見ますね。はい、あ、田所さんどうもありがとうございます。いいねありがとうございます。ありがとうございます。メガネがないから全然わかんない。コメントも見れなくて。始まります。はい、地元企業さんのあれですね、花火です。ずしっとくる、ね、かわいい女、かわいい女、かわいいね、いいな。お、始まる、また始まる。セブンイレブン。セブンイレブンの花火です。
疲れた。わあ、綺麗だね。俺もちょっと座ろう。疲れた。ちょっと座らせて。足って。うん。ああ、レンちゃんな。レンちゃん。あ、座ってもよかったか。座っても綺麗だ。そう、立って撮ってたのがなんかバカだなと思って。これ座ればこうやって撮れるんだ。じゃあ座んないとさ、立ってるとこっち側が取れねえんだよ、バスで隠れてる。だから立ってる。うん、そうだよ、煙ですごいよ、あっちだともう煙だらけだ。だからあっちはあんまりよく見えないの。うん、見たいな。喉乾いた。歯が痛くなる。今度は左側がちゃんと取れなくなっちゃう。うん、だってバスで隠れちゃうんだよ、こうやって。うん、ごめんね。今何人ぐらいの人に隠れに出てる。はい、ありがとうございます。214人の方、どうもありがとうございました。3秒もない。3秒ない、2か。見えねえんだよ。目が覚えてきちゃった。お、連続できますよ。分尺玉。来た。鳥肌緑みたい。先日なんとかで、すごいね。警報です。ねえ、行ってみたいでしょ。来てくださいよ。ね、今度は来年にね、ぜひ。隅田川、土浦何月だっけ？10月だよな。ね、10月ぐらいやるの。うん、10月か11月ぐらい。来てください。三大花火見てください。今回、東京の隅田川見てないので。はい。こっち側だ。こっちか。ちょっとね、煙っちゃってね。見ないでしょ。でっけ。見た。綺麗だね、やっぱ特に。今こっち。24番。
座っちゃうとね見えないんだよね。ごめんなさいね。もう足が痛いの。始まる。私でございます。空がかすってる、かすってるからここら辺はきれいに映るんだ。よくわかんない。ドローンで撮影してるやつ、そういうやついるんだ。ドローンでやってダメじゃん、邪魔したらな。そういうやついるからダメなんだよね。マナーを守んない。まだいるんだ。ドローンがいる。どこで撮ったの？どう？ここはこっちで光ってるやつか？ラストか。ラストって言ってなかった？
切れちゃった。8時44分。もうそろそろ終わりだね。いや、今日涼しくてよかった。今日暑かったら携帯がまた止まっちゃうところだ。取れた？大型スカスターマイン。綺麗だね。おー、いいね。おー。いやー、この最後のこれが好き。切ないね。これどう？これで終わり？まだ。26番、まだある。まだある。まだある。なんか、ボケちゃった。なんか、これ。わあ、いいね。きれい。誕生日、おめでとうな。こんな感じで、ではスマホ見て、真っ暗けだから見えないよね。大型スターマインです。開始でございます。とっちゃんいいね、ありがとうございます。ありがとうございます。すぐ通知来るからすぐ分かる。とっちゃん花火だよ、長岡の花火だよ。綺麗でしょ。今日うちの奥さんの誕生日だからこっちに来ました。綺麗。何時までやんだろうってまあいいや、ずっとバッテリーなくなるのがあるわ。おー、ずしっ、おー、ずしっとくる。おー、おー、来た。
海軍でさ、27番立つか。綺麗ね。あ、いいね、ありがとうございます。おお。
ありがとうございます。ヨメウンジさん、どうもありがとうございます。疲れた腕が、ずっと持ってやってた。新さんがあっちにいるけどね、会いたかったけど会えなかったですね。ちょっと残念。まあでも楽しんでると思うんでね、邪魔したくないんで、はい、あーホーリーさん、あーこんにちは、こんにちは。これ老眼今日持ってきてないからわかんない。コメント読めなくて、目見えなくて。後でゆっくりコメント見るわ。ごめんなさい。タさんどうもありがとうございます。開始でございます。綺麗だね。はい、大丈夫ですよ。ガルーの皆さんのために今日は花火大会です。はい、ちょっとガーシーさんも来てますけど、あっち側に、あっち側に。同じ空間にいると思ったら嬉しいですね。はい。ガーシーさん聞いてるかな？俺ここにいるぜ。同じ現場に。開始でございます。
の後何だ。うん、右やって左やられちゃった。右やって左やられる。こうやってこうやってやんなきゃいけないから見づらいよね。あのコメントは後で読むんで、すいません。見えない。真っ暗くて終わり、そろそろ終わりみたいですね。かわいいお姉さんがいるよ、ここに、ここに。すごいかわいい。あ、まだやるわ、まだやる。ごめんごめん、まだ終わりじゃない。これから連発が始まるでしょ。おー、すげもう終わりだね。終わりました。やっと終わった。やっと終わった。話聞いてこいよ。長岡花火大会は終わりですね。はい。こんな感じになります。はい、今日も最後まで皆さんご視聴していただきまして、誠にありがとうございます。
また明日やれるかどうか分かんないですけど、もしやれるようであればもう一つ花火大会をお送りしたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。あ、まだ終わってねえ、終わってねえや、まだ終わってねえ、終わってねえ、終わってねえや、終わってねえよ、まだあるじゃん、まだやってんじゃねえか、終わったかと思ってたよ、なんだよ、終わりの合図言ってたのね、まだ終わってねえ、ごめんなさい、最後練習で終わりと思うんだ、いいね、花火だ。でに。あれ、ピンだけ忘れないように。抜いた？抜いて、なんか袋入れてて。まだ終わりかなと思ったら終わりじゃなかった。あ、こっちに。なんかさ、終わりないで。終わりかなって。終わりじゃなかった。終わりじゃなかったです。ごめんなさい。でももう9時6分なんだけどね。うん。ああ、そうかそうか。バスが出るから。そうだ。終わりだね。でも出るのすごい時間かかる。まだやってる。あ、電波悪くなった。今ちょっとくるくる言っちゃった。ちょっと電波の状況が悪いみたいな。ごめんなさい。最後ダメなんだよな、最後ちゃんと終わっちゃうんだよ、ね、なんか不安定配信だね、最後ちゃんとやらせろ、最後一発ドーンってねえかな、ありがとうございます。楽しいですか？いいね。やっぱり現地で見てるとすごい、なおさら感動がありますね。うん、花火大好きだよね。確かに。隅田川の花火大会が見れなかったからね、はい、今度は来、10月ぐらいに土浦の花火大会があるので、またそこも行ってみたいと思っています。今回はあ、始まった鳥肌見のる、今朝なんとか鳥肌実るじゃない、あれ一発で終わりか、
あ、そうか。すげえ響く。あの打ってるところがあれなんか危ないんじゃないの？だから警報やってる。36番です。まだやるね。まだ、うん、まだやるね。おー、すごいね。これなんて、なんて言うの？素晴らしい花火とありがとうございます。 ありがとうございます。じゃあ、沙織さん、沙織さんだ。ありがとうございます。今読んでもらった。俺老眼鏡置いてきたから目見えなくて。どうでしょう。あ、チビちゃんね。電波が悪くなってきたね。最初から最後までできてよ。ポスターになる。ね。ああ、そうだそうだ。いつもね。最後まで撮れてよかった。ね、お誕生日おめでとう。嬉しがってる。俺、嫁さん大好きだからね。はい、おー、すごいね。おー、すげーし。響くね。胸に響く。これね、電波の状況が悪いみたいで。ごめんね、電波が悪くなってごめんなさい。みんな帰り際になるとなんか電波がすごい、ね、弱くなってしまう。みんなが一斉に使い始めるから。はい。たたんじゃう、たたんじゃう。たたんじゃう。もうそろそろ帰る準備しんだ。終わったら速攻パッと帰る。電波悪くなってきた。携帯のね。電波が悪くなってきた。おー、すごい。
違うわ、うん、31番まだちょっとあっち側の空がかすってるからね、ちょっと花火がうまく綺麗に見えないんですよ、上がっても、うん、ごめんなさい。手が痛い。自撮り棒ずーっと持ってるから辛い。下がね、砂地だからね、立てるとね、倒れちゃうんですよ。だからずーっと手で持ってるから疲れちゃった。でも充電の、バッテリーを、買ってきたんですけど、あ、よかったです。始まりました。車混むから、まあ、帰る準備してるね、うん、駐車場近くじゃないからね、 2.6 キロもある道の駅で止めちゃったから、うん、ちょっと歩くのかったるいけどね、うん、もうそろそろ終わりになってきますね、はい、さっき終わりかなと思ったけどまだ終わってない。もう観光バスも、ね、エンジンかけて冷房かけて冷やして、もうそろそろ終わりの時間も経ったと思うんですけどね、はい、今日は現地でいろいろ声かけられたり、 YouTuber の方に声かけられたり、すごい楽しい思い出です、はい、あとはガーシーさんに会えたら本当は良かったんですけどね、まあお友達と楽しい花火大会をやってるので邪魔しちゃいけないのでね、こっちは奥さんの誕生日で来てる、うん、ね、本当会えたらすごいですね、うん、会えたらこう配信で俺映すんですけど、皆さんも観光バスも準備してます。準備してます。お、まだ始まる。開始でございます。この言い方がいいよね。はい。な、いいと思うな。開始でございます。どっちだ。左か右か、
おお、綺麗。綺麗だね。なかなか終わんないですけど。おー、きれい。何や、途中だけ残って真ん中だけ残って周りがパーンね、すごいね。わー、きれい。ありがとう。元気だ。俺も若くなりたい。これで終わりでしょうね。まだやる？そうそう、バスもみんなこうやって準備しちゃってるからね。準備しちゃってるからね。うん、もう終わりなんじゃん。ああ、もうみんな帰ってる。みんな帰ってる。はい、これでもう大体終わりだと思う。もうみんな降りてきちゃってるので、あっちなんかね。はい、今日も最後まで見ていただいて、どうもありがとうございました。もうこれで本当に終わりだと思います。さっきちょっと分かんなかったんですけど、はい、いや行くか、行こうか、うん、はい、じゃあこのまんまちょっと行きます。この観光バスの列がすごいんだよね。はい、今日も皆さんありがとうございましたね。本当にどうでした、いかがでした。はい、長岡の花火大会、はい、最高でしたでしょ、はい、ね、よいしょ、そんな感じで、もう終わりです、ね、最後バン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 鳴ってますけど、はい、もう終わりです、終わりです、はい、はい、今日もどうもありがとうございました。はい、皆さんね、またやるかもしれませんので、はい、こっちにイオンがあるんだけど、イオンにいっぱいなんかね、いろんなの売ってた、はい、こっから 2.6 キロ歩かなきゃいけないですよ、道の駅まで。いやー、つれな。本当に。すごいですよ、これ。まだ24時まで出れないから、これ。観光バスね。
規制がかかっちゃってるんで、もうね出れないんですよ。あ、終わりました。終わり、もう終わりだよ、帰ろう。みんなもう帰ってんだもん、こうやってね。はい、じゃあ最後までありがとうございました。ウルフマンの長岡花火大会中継でした。ありがとうございました。ほなのー、バイバーイ。